おはようございました。今日は大洲市にある、大洲フラワーパークというところにやってきました。もう桜はね終わってしまってるんですけど、ちょっとチューリップがねもう見頃を迎えているので、今日はちょっとチューリップをね、撮影していきたいと思います。では行ってみましょう。
Thank you.